うん、これ渡ってこう迂回して、うん、端っこに出れたりするんやけど、これ裏も行けるんですか？行ける。見てこの低たらく。低たらくなんですか？それはそれでマニアックなベストちゃうんですか？めっちゃ辛い。そういうのにしたらよかったな。それ大島さん、それクラウタップだから、7年前ぐらいに限定で出したやつやんな、これ。この調子違うんですよ。これこそ GB テックです。アルミです。あ、VNC も出したの昔、いや、めっちゃ昔ですよ、これ。いや、クラフトアップルも一遍限定で、そんなん出したっけ、アルミにアルマイトで。そんなんしてました。へ、うん、それは知らんな。今度あのクリアのセラコートが出る言うてさ、から上から塗ろうかなみたいな。クリアの気づいていくように。俺らの憧れ持っていった、こう最後の中でとうとう割れた。割れるんすよね、ノーマル。だから別にそのリアリティやどうのこうのやなくて、アルミでないと。キングアームじゃかなしゃない。まあでも、うん、バレルコート買うのも手やけど、まあ、キングアームズ買うのも手やわね。僕もほんま実際もう一丁欲しいですもん。楽やし。楽や、うん、とりあえずそのまま使えるし、煙出しとっただけで攻撃してるし、うん、最近欲しい部屋がなんだろう。タイプいっぱいある。もう XM かい。 XM もう持ってんじゃん。 XM E2 はある。 E1 がない。じゃあ E1 を切ろう。いや、 A1 フレームがどこかから手に入ればいけるんですけど、あの空軍仕様になってしまって、アシストノブがついていない。ええやん、別にその予備なんやから。まあ、あのぬいぐるみの犬連れて空軍 の、 あの偵察部隊したらええねん。コロコロの、あの子供用のやつ。いや、あのうちの柴犬が子犬の頃に、あの高校のボディアーマーのポケットに入れて写真撮っとくんやったら。ああ、ほんまや。あるじょ、あれしとくんやったら。さあ、え、これ何やったっけ。センターフラッグやな。はい、復活は何回でもできんやったっけ。全然分かってへんしな。もう何回もできたはず。右から行こう。あいつ足いけんじゃなかったのかい。
あかんか。Oh,